いつもオクテッドメンズファッションチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ちょっと新作の紹介をしていこうかなと思っておりまして、間違いなくすぐに完売してしまうであろうアイテムをね、今日は紹介したいなと思っております。オクテッドチャンネル。最近僕の動画で結構2024年SS のマストバイっていうのをねやってるんですけど、うちの中でも特にすごい毎年人気で、これは必ずゲットしてほしいなと、絶対すぐ売り切れてしまうな、絶対買ってほしいなっていうような、絶対買いたいなっていうようなね、アイテムを紹介するんですけど、去年もこれはすぐになくなってしまって、今年もおそらくそうなるであろうというようなアイテムなので、ぜひね今日の動画は最後まで見てほしいなと思ってるんですけど、アイテムはコットンニットです。またかと、コットンニット出たと思った方もいるかもしれないですけど、前回、ザノーネのコットンニット、ミドルゲージのやつをご紹介させてもらったんですけど、今回はフィリッポ・デ・ローレンティスのクレープコットンのハイゲージのコットンニットを紹介したいなと思ってて、そもそもね、先ほどもちょっと言ってましたけど、インナーってどんだけ持っててもいいじゃないですか。もうそのシーズンごとにも買い足したいなとも思いますし、後から補足もしますけど、これインナーだけじゃなくて本当に1枚で着ててもかっこいいし、なんならこう今の秋冬の時期から全然使えちゃうようなアイテムなので、毎シーズンね僕なんかは欲しいなって思ってね買い足したりはします。ちょっとそもそものこのアイテムのこの魅力みたいなところからお話ししようかなと思うんですけど、フィリッポ・デ・ロレンティスはね、うちもよくご紹介させてもらってるイタリアのニットブランドなんで、ご存知の方も多いと思うんですけど、すごいね簡単に言うとロンティー感覚でガンガン使える。でも何て言うんですかね、ニット特有の上品さだったりとかもしっかりある。そしてイタリアのニットブランドらしい色合いだったりとか、上質さ、素材感だったりとか、表情だったりとかのおしゃれさっていうのもあるし、しかも夏場真夏でもめちゃめちゃ快適に過ごせるっていう、もう本当にねハイスペックな、ちょっと簡単にって言いましたけど4つぐらい多分出てきたんで、結局どれが一番いいんだろうっていうふうに思われたかもしれないですけど、どれもいいんですよね。全てがね整ってる。そしてコスパもいいっていうね、買わない手はないでしょっていうようなアイテムになってます。で、細かいことをご説明すると、クレープコットンっていうのがですね、このフィリッポ・デ・ロレンティスの春夏では結構定番で、凹凸があるような、素材感になってて、実際に体感したら特に分かりやすいんですけど、こうさらっとしたドライタッチなんですよ。で、見た目は清涼感ある感じにちょっと見えるかなとも思うんですけど、ニットの品の良さの方が強いのかなと思います。ただ艶やかな上品さではなくて、さらりとした感じっていうのは、見た目からでも分かるのかなと思います。で、特に触って着てもらえると分かりやすいんですけど、夏場とかね蒸れたりとかしにくいですし、涼しい、快適に過ごせるっていうところがすごいね生地としてはいいなと思います。長袖はそれはどうなのって思われる方いますけど、僕は夏場とかでもハーフパンツに長袖のこういうアイテムを合わせるっていうのが結構おすすめはしてますし、なんだったら、先ほど冒頭にもちょろっと言いましたけど、今の時代そんなに冬も寒くないじゃないですか。真冬でも正直これに、結構しっかりした本格的なダウン着るだったりとか、ウールのコート着るみたいなね、着こなしでもね全然通用しちゃうんじゃないかなとも思うので、そういった意味でこの2月あたりぐらいから3月4月5月6月7月8月9月10月11月ってずっと使えて、しかもなんだろうな、トレンドにも本当に左右されない普遍的なデザインなんで、物のクオリティが高ければ長く使えると思うんですよね。で、そういった意味ではすごくね持ってて損はないし、毎年新しい色だったりとかデザイン、同じ生地でデザイン違うやつとかあるので買い足してあげるっていうのが僕はおすすめしたいなと思ってます。で、今年のカラーバリエーションなんですけど、一応今回はブラック、そして今着てるグレーですかね。グレーと、あとは明るめのベージュとオレンジですかね。一応ブラックとかグレーはねもう間違いないんですけど、ブラックとベージュが結構定番で、去年も入れさせてもらってた色味かなと思うんですけど、グレーが特にあれかな、ちょっとこう若干ベージュっぽい色味が入ってたりとか、なんかただのグレーじゃないおしゃれなね、単体でも使いやすい、色合わせもしやすいんですけど、すごくね洒落た感じの色になってて、しかもあとはもう一色オレンジですね。これめっちゃいい色だなと思ってますね。なかなかここまでいい色のアイテムを作れるというのは結構珍しいと思いますし、あとシーズンによってこういう色はねなくなったりするので、もうすでになんか持ってて定番のやつはあるよという方は、この色物を買い足すっていうのがねすごくいいのかなと思います。一応ね、まあ汗方次第ではオールシーズン、ずっと使えちゃうとは思いますし、なんだかんだ色味が薄いので淡いので、どんな方でも合いやすいと思いますし、服が合わせやすいとも思います。なんでパキッとした原色の色物は苦手だよっていう方でも、このぐらいだったら取り入れやすいと思うので、是非ねチャレンジするには、いいんじゃないかなと思います。で最後、じゃあ実際に、選びましょうと、欲しいな買いましょうってなった時に、サイズ選びなんですけど、結構フィリッポは、タイトです。コンパクトなシルエットになってます。なので、サイズは1サイズアップぐらいが目安としてはいいのかなと思ってて、僕は普段ジャケットとかは4244とかのサイズを選ぶんですけど、フィリッポの場合は46が基本的には多いです。で今着てるのも実際48を着てるんですけど、全然48でも違和感ないぐらい、僕の普段の、42とかのサイズからしたら444648 3サイズね、3サイズアップっていうね、めちゃめちゃ大きくしてるんですけど、そんなに大きすぎないですよね。今っぽくトレーナーっぽくねゆるっと着るんだったら、1枚で着るメインとしても使うんだったらこのぐらいの選び方でもいいですし、もちろんこれでジャケット羽織ったりとかも全然できちゃうんで、好みにはよるかなと思うんですけど、ちょっと緩めで46、本当にぴったりで44、っていうような、サイズの着方というか選び方でいいのかなと思います。ここはねご自身の着方だったりとか好みだったりとかあるかなと思いますが、着るシーンとして僕はこう1枚でメインとしてねロンティー感覚で使ってもらうっていうのもあると思うので、ワンサイズアップっていうのが推奨したいなと思ってます。という感じでですね、今回は、このフィリップのねコットンニットがすごいいいので、毎年ねすぐ完売しちゃうアイテムでもありますし、是非ね早めにご紹介したいなということで動画ね撮らせてもらったんですけど、本当にインナーとしても使いやすいし、まだ着たことない方は是非ね一回試してみてほしいなと思います。値段的にもこの、クオリティ、物持ちの良さとかって考えたらコスパすごいいいですし、気になった方は是非ゲットしてほしいなと思います。僕らの動画毎日8時に動画を更新しております。是非気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価、そして通知音よろしくお願いします。こんな動画が見てみたいですだったりとか、僕にはねどんなサイズがいいですかとかね、ご質問でも大丈夫なので、何かありましたらコメントだったり LINE の方でお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。